CMU Common Lisp は、カーネギーメロン大学で実装が行われた、コモンリスプ処理系のフリーソフトウェアである。クマクルは、Linux や BSD などの多くのユニックス系のプラットフォームで実行することができる。Windows への試験的な移植版もある。クマクルからは、Steel Bank Common Lisp というソフトウェアが派生しており、またサイアニアコモンリスプという商用版もクマクルから、 作られている。クマクルは最初スパイスリスプの一部として1980年頃、コモンリスプよりも早い時期に実装されたものであった。1985年にロブ・マクラクランがパイソンコンパイラを作る目的でコンパイラを書き直し、クマクルとして IBM PCRT、MIPS、MI Spark などのユニックスワークステーションに移植した。 インテルの X86 アーキテクチャはレジスタが少なかったため、クマクルの初期のバージョンではサポートしていなかった。クマクルではタグのついたデータ型とそうでない型の区別が厳格であり、ガベージコレクションは CPU レジスタの半分はタグ付けされたデータ型、もう半分はタグのないデータ型に割り当てられていることを前提に動作する。この方法は、 バックエンドのコンパイラが使うレジスタが不足することがある。CMU でこのプロジェクトが中止になってからは、ボランティアグループによりメンテナンスが行われている。1996年からこのグループで正規版のリリースが行われている。同時期に、Intel X86 アーキテクチャへの移植も行われ、まず、フリーブースドと Linux で実行できるようになった。 レジスタの不足は、保守的ガベージコレクタを新しく実装することで、解決された。このガベージコレクタでは、レジスタにどんな型のどんな値が乗っていてもよく、またガベージコレクションや値の移動を想定していない、ポインタであっても扱うことができる。ありがとうございます。